か。こんにちは、はい、豊さん、はい、まあ、今現在ですけれども、はい、セ・リーグ DeNA が首位です。だから言ったじゃん。DeNA が一旦行くって行くって。確かにその通り。そう、行くでしょ。行く。だから打線めちゃめちゃいいですね。いや、だから順位表だけじゃなくてさ、うん、で4月はどうなるっていう、そこみんな見てください。そこを見とかないと。さすがプロは違うって。そうでしょ、うん、お前は外れるとかさ、そんなことじゃないんだよ。4月一旦やっぱ行くって言ってましたね。行くって言ってたね。確かに今行ってます。特に本当に打線いいですね。あ、まあ打線の中で引っ張ってるのは渡来ね。そうです。あの初戦2戦目と歴史塗り替えました。ルーキーのホームラン、本当な、はい、もう意表をついたというかさ。そうです、おやるやんみたいなね、はい、まあ、最初のこうスタートっていうのは大事だし、うん、まあ、インパクトっていうのは大事だよな、はい、そうです。その代わりマークは厳しくなる。やっぱりさ2戦目に頭付近に来たけど、やっぱあれだけやっぱ初戦で打つとさ、うん、やっぱ厳しい時に投げたいっていう、うん、まあ、ピッチャーの心理は働くから。そうですね。3球でな先発ピッチャーが降りるって。黒原投手それも広島にとってはアクシデントだったけども、はいはい、それを引き起こしたのはやっぱ渡来の好調さというね。そうですよね。でその後打ってますからね。いやもうね、残像消しましたみたいな。すごい。いやすごい、まあ、気合も根性もあるというようなね、はい、まあ、そんな勇気もあるしね。そうですね、うん、DeNA が好調の一つの要因としてはやっぱルーキーが元気というか、まあ、まあそうだね、若手が元気。若手が元気、まあ、石上もそうだよ。そう、石上選手もショートでスタメンで、はい、石上ね。そうです。あ、言えた。言えたじゃん。まあまあ、渡来にもね、はい、影に隠れてるけども、うん、まあ、ルーキーでね、ショートという、はい、本当に守備についたらショートってすごく大変なポジションをやりながら、うん、まあ、打つ方も結果をね、はい、まあ、そこそこ出してるということで、うん、まあ、非常に頑張ってると思うよね。そうですよね、うん、一応三浦監督的には今後も石上選手、まあ、林選手もいますし、はいはい、どうなんですか、主戦ということで考えてるんですか。いや、まあ、打順的に考えるとさ、石上をそのポジションで使いたいっていうのはずっと思ってると思うよ、うん、はい、だからこれはね、難しいのがやっぱ林っていうのもいい選手だし、はい、だから打てなくなったら変える、打てなくなる時があるんだよ、うん、絶対に。そうですね、だからそこをどう乗り切るかっていうのが勉強の一つで、はい、だから調子がいいから打てましたみたいな、うん、それは当たり前やないか。そうそうそう、だから調子が悪い時にどうするか、うん、これをやっぱ使いながら勉強させていってほしいな。あ、だからちょっと打てなくなったからといってすぐに変えてほしくないんで。そうなんだよ、うん、だからそこら辺は石上の態度にもよるな、はい、だから疲れてますみたいな、うん、それじゃ困るよ、はい、いやもう疲れてないです大丈夫ですみたいな、うん、まあ、中畑さんが一頃絶不調でも絶好調って言ってたぐらいの感覚でいかないと使ってもらえなくなってくるしね。そうですよね。でチームは勝たなきゃいけないから、うん、だからあの子は使ってたら有効なボンドも打てるねっていうような、うんうんうん、そういう選手になってほしいな。そうですね。だから自分でここで最低何ができるんだっていうことを、うん、やっぱり野球と取り組んで考えていってほしいなと思って。そうですね、はい、だから今年のベイスターズは本当にもうね、開幕序盤からルーキー2人がまあスタメンで出てるっていう。インパクト強いな。強いです。やっぱり渡来選手、石上選手のインパクト、まあ、ファンも嬉しいですし、勢いに乗っていけるという意味ではさらに若手の選手たちも躍動しているというか、今シーズン、まあ、梶原とかね。そうなんですよ。いいし、はい、あとは松尾選手。松尾いいな、はい、ようやく。いや拓郎がさ、はい、石拓郎がコーチね、うん、バッティングコーチがコンバートしても使いたいぐらいのバッティングしてるんですよって、うん、それをやっぱ門別から打ってね、はい、証明してくれたけども、うん、確かにいいわ、うん、思い切りもいいし。こうなってくると本当にコンバートはどうなるんですか。いやコンバートというよりもやっぱキャッチャーで打てて評価を上げたいよね、うん、彼は。ただ山本選手がいるから。そうなんですよ。どうしていいのか。これ成長しちゃったんだよ。そうなんです。一つ持つもうそこのポジション取っちゃったので。いやだけど競争でいいんじゃない、ハイレベルの。じゃあコンバートはしない方がいいんですか。いや俺もしなくていいと思う。おお、しなくていい。じゃあ例えば阪神の梅野選手と坂本選手のようにじゃない。違う。えやっぱね、坂倉だよ。結局キャッチャーに戻ってきたでしょ。はい。でキャッチャーに戻ってきた坂倉の評価っていうのは、うん、サードだとかファーストで打っても、うんうん、キャッチャーとしてあれだけ打てばもっと評価って高いし、うん、価値が上がるんだよ、はい、だからそういう選手を松尾は目指してほしいなと思うんで。
いけますか豊さん。いや、いけるいける。その代わり山本という高い壁ができたから、うん、逆にいいチャンスだと思うんで。そうか、うん、頑張ってほしいと思うけどね。そうですよね。どうですか他に豊さん的に DeNA で。いや、もうジャクソン、あ、ね、あの来日初勝利早いなあいつ風貌もね、ワイルドですけれども、ただちょっと癖が出てるかもわかんないな。癖、うん、チェンジアップの時に、はい、これはバウアーがさ、うん、来日してすぐ打たれたじゃん。あった、カープ戦でしたっけ。バウアーが打たれるみたいな。はいはいはい。でもバウアーが気がついて直したら、うん、それがピシャーっといったじゃん。行きました。だからジャクソンも多少出てる可能性があるな。初戦でちょっと出てき始めてたんですね。はい、あ、だから球分かってたら全部打てるわけではないけども、うん、それは優位に働くことは確かだから、うん、だからまあそこら辺はちょっと修正した方がいいかもわからないね。そうなんです。でもあの選手もやっぱコントロールがいいし、変化球切れるしさ、まっすぐ速いし、うん、ここはいいよ。いいですか。これまだ各球団、まあ、初あたりなのでデータがないと思うんですけれども、これ一周回った時にどうなるんですかね。だからさ、一周回っても155キロ簡単に打てるかって打てないから、うんうん、あ、そうなんだ。これは140キロだったら多分打つよ、うんうん、でも155あるんだよ、はい、平均150越してくるからね。それはなかなか難しいと思う。そうなんですね、うん、いい投手をじゃあ DeNA は取ったなっていう感じですかね。そうだなだと思うよ、うん、あとちょっと話戻るんですけれども、渡来選手、はい、あの多分各球団弱いところを攻めてくると思うんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとあの打てない試合なんかも出てき始めましたけれども、うん、まあそりゃそうだよ、うん、それは相手だって研究してくるしさ、はい、渡来に打たれるとやっぱこう乗られるっていうのがあるから、うん、渡来封じにじゃあどうするかっていうのは各球団研究してるだろうし、はい、オープン戦の時っていうのはパ・リーグも相手でしょ、はい、だから参考にならない時あるんだよね。やっぱデータとしたらセリーグが欲しいわけよ、うん、パリーグに勝手なことやられるとさ確かに、これ迷っちゃうなみたいな、うん、いやだけど公式戦始まって3試合目のヒットになったよね、はい、あれだけ乗ってたのに五タコかなんかだったよね。ありましたね。で、はい、これはある程度掴まれたかなっていう一瞬、はいはい、だけど一瞬何を掴まれたかっていうのを渡来が敏感に感じて、はい、それをまた打つと掴まれたものがちょっと崩れ去って、ああ、だからもういたちごっこなんだよ。そうですね、データのいたちごっこですよ。ただ例えば1戦目のスライダーを打ちました、うん、スライダー系統にものすごい強いですと、うんうん、その代わりまっすぐ弱いですって、これ仮の話だからね、はい、仮の話、仮定です。だからまっすぐ弱いやつはあんなに打てないから、まあ、だから強いボールをちょっと言ってんだけど、はい、仮にまっすぐが弱いですと、うん、言ったらまっすぐのどの部分が弱いんだっていうまで出してくるよ。各球だ。まっすぐを投げてればいいっていうんじゃなくて、まっすぐをどこのどのコースに、どのタイミングで投げるかみたいなところまでやってくるよ。だからそこを一瞬狙っといたらカチンと打ってヒットにしてたら、あれ打つじゃんみたいな、うんうんうん、なってくるから、そのいたちごっこだから、うん、だからそれを敏感に察知しなきゃダメだっていう。そうですよね。これが年数経ってくるとさ、はい、もう分かってんだ相手も、うん、ある程度パターンに入ってくるから読みやすくはなってくるんだけど、はい、やっぱ実績あのデータがない選手っていうのはもういたちごっこだから、そこまでは、はい、それに打ち勝ったとしたら3割っていうことも見えてくるし、はい、新人王ということも見えてくるという、うんうん、ね、野球の勝負ってボール持ってるやつの方が強いから。あ、そうなんですね。そりゃそうよ、投手ってことですね。だって3割しか打てないんだから。確かに7割を抑えてるわけだ。でも3割打ったら神様だって言われるぐらいよく打つバッターになっちゃうんでしょ、うんうん、はい、絶対にボール持ってる方が有利なんだから研究した方がいい、うん、そうですね、うん、だってこんなボールをさ、こんな、そうですよ、打つんですよ、こんなバットで打ち返すんだよ。確かにすごい至難の技ですよね。そうだろ、そりゃそうですよ、うん、いやだから、まあ、新人王でもね、うん、まあ、例えばその渡来ってそれは出だし、歴史を変えたスタートは切ったとしても、うん、お尻がどうかっていうことだよね。あ、終わった時のっていうことですよね。だから西舘とかね、俺言ってたけども、うん、やっぱね、野球ってボール持ってるやつが強いから、まあここら辺がね、ひっくり返ってくるといいけどもね。そうですよね、うん、あとあの新人とはも言えないんですけども、久しぶりというところでオースティン、オースティンはね、すごい2番でハマってる。打つよ、最終年は打ちますね。最終年
契約の。でもある程度やったらなんか休みそう、どっか痛いとか言い出しそうな感じがしてならないんだよね。確かに最後までいるかどうかですよね。ただあの、まあ、新人枠に入っていいのかよくわからないですけれども、やっぱ2番でハマってることは確かですね。いやハマってるよ、ね、いやそれはもう超攻撃型でさ、はい、もう細かいことは一切やりませんみたいな、好きなだけ打ちなさいみたいな。そういやだから1番渡来選手、2番オースティ、はい、3番佐野選手、4番牧選手、5番宮崎選手、もうここまでずっしりじゃないですか。いやその後お前な梶原とか、あ6番にそうですよね、まあ、関根が入ったりとかもするけども、はい、あと山本、山本選手で石上、石上選手、いやいい打線だと思うよ。いい打線ですね、うん、抜けないもん。そうですよね、ピッチャーのとこぐらいじゃん9番のほっとするの。いやそうですよね。でもしつこいバッター多いんだよピッチャーでな。あ DNA は、DNA、あそっかそっか。いやだからまあ大変だとは思うけども、うん、ここまで渡来がね、はい、いい仕事してくれる、うん、ね、牧はしっかりしてる、うん、まあ、宮崎はもう天才的なバッティングする、うん、あとは守備だな。守備どうですか。ひどい、ひどいいやひどい負けた試合はひどかった時があった、はい、サードランナー止まってるのにボート投げて生還して慌ててホームに投げたらそれもボートしちゃったぞで帰ってきちゃうみたいな。ちょっとひどいですね。ちょっとひどいな、うん、状況が見えてない部分があるよね、うん、まあ、だからもうちょっと落ち着いてやったら、うん、まあ、十分勝っていけるようなチーム力があるしね。そうですね、うん、まあ、今は始まってそれが打線がそれを上回ってますけど、まあ、やっぱり試合があの増えるにつれてエラーっていうことが響いてくる可能性っていうのは、まあ、いやただね4月入って有利なんだよな。連戦ない、移動ゲームがない。2-3-2-3でしたっけ。3-2-3-2か、3-2-3-2だ。3-2-3-2か、移動が B が入るんだよ必ず。そうなんだ。で1週間で5枚しかいらないねピッチャーが。ここはねやっぱ貯金のしどころだから。今そうですね。そうだよ、まあ、後々のことも考えて今本当に貯金作ってくっていう。いや本当そうだよ、うん、で余裕持ってピッチャーも回せるしな、はい、体力も、うん、ね、貯金も蓄えるだけ蓄えないと、うん、優位な日程が生かされないよっていうことだよね。そうですよね。でも今年本当に各球団ルーキー選手がねとか若手選手が頑張ってるので、はいはいはい、あのその代表がやっぱり DeNA の渡来選手だったり、まあ、石上選手だと思うんですけれども、はい、ちょっとね新人王争いも楽しみですし、うん、DeNA のちょっと戦い方も注目していきたいですね。そうだね、はい、はい。